北九州市の石崎啓太さん。今年4月、腎不全のため14歳の若さでこの世を去りました。すごい活発な子で、すごい妹思いで。石崎家の長男として生まれた啓太さんは、ゲームやアニメが大好きで、妹思いの優しいお兄ちゃんでした。しかし、4歳の頃に食中毒になったことをきっかけに、口から栄養を取れなくなり、入院生活を余儀なくされます。帯状疱疹や肺炎など、さまざまな症状でたびたび状態が悪化しながらも、家族や医療スタッフに支えられ、命の危機を何度も乗り越えてきました。ところが、今年の3月。治療方法がないから、もう、ケちゃん家に連れて帰ってもいいよみたいなこと言われて、今回も乗り越えれるかなって思ったんですけど、ダメで。残された時間で、ケイタさんと何ができるのか。実はこの3年間は新型コロナの影響で面会すらままなりませんでした。思い出の濃さというか、状態がかなり悪かったんで、最後の写真撮りたかったんで、生きてる間に形として残したくて。うん、できる。そう、早出して。石崎さんが病院のスタッフを通じて撮影を依頼したのが、北九州市を拠点に活動するボランティア団体ムイックです。障害がある人やその家族の写真を撮影する団体で、スタッフはみんな障害がある子どもがいます。設立からの3年間でこれまで44の家族を要望に合わせて撮影してきました。代表の上原愛さんは、事前に石崎さんからお願いされたある一言が印象的だったと話します。どんな写真が撮りたいということで聞いて、そしたらやっぱり本当にポツッと抱っこして撮りたいですということをおっしゃられたので、もうお母さんの、ね、思いがぎゅっと詰まったこの一文ですよね。本当にこれを私たちが、ね、叶えることができれば、少し お母さんのけいちゃんの気持ちに寄り添えるかなと。どころがお好きなんですか。当初撮影会は啓太さんの誕生日の6月に予定されていました。しかし4月に入り、啓太さんの体調が急激に悪化します。当時は新型コロナの分類が5類に引き下げられる前で、患者の家族などが病棟に入ることが制限されていました。そうした中、撮影会を前倒ししようと奔走したのが、およそ10年間、啓太さんと共に過ごしてきた病院のスタッフでした。でもうすぐお空に帰っていく子どもがいて、やっぱりそういう時に、外部からどうこうっていうふうなのではなく、こう受け入れてくれたその先生だったり、スタッフだったりっていうふうなところの決断が、スムーズにいったきっかけなのかなと思います。やっぱりそれだけみんなに愛されてたんだと思います。医療スタッフたちの尽力によって、主治医から撮影会の許可が下ります。当日は撮影スタッフたちの声かけもあり、和やかな雰囲気で進んでいったといいます。石崎さん、久しぶりに啓太さんに触れることができました。長年一緒に過ごしてきた病院のスタッフたちも、啓太さんを笑顔で囲みます。人工呼吸器を外して啓太さんを抱っこする願いも叶いました。それまで目閉じてたんですけど、抱っこした瞬間片目だけ開いたんですよ。私の方見てて、めっちゃ嬉しくて、なかなか目も開けてくれなかったから、けいちゃん分かっとんやねって、周りのみんなが
ぱりママが一番いいよねとか、抱っこしてもらってよかったねとか、本当にすごくこうあったかい時間がその時に流れていて、3時間で撮影された写真はおよそ400枚。啓太さんが息を引き取ったのはこの撮影会からわずか4日後のことでした。保育士さんと保育さんの方にはすごい感謝してます。すごいその場の雰囲気を和ませてくれるというか、結構厳しい状態で撮影だったんですけど、写真に残せてよかったです。啓太が頑張った証になったなって思ってます。さまざまな人たちの協力によって実現した撮影会、啓太さんが懸命に生きた証は人々の胸に生き続けます。